はい、こんにちは、軽動物医療センター佐野です。今回からは、プレリードッグ、ジリス、シマリスのことについてちょっとお話しします。で、まあ、これ同じリス型下種類に分類される仲間です。ただ大きさは随分それぞれで違います。で、まず、プレリードッグのことについて。でプレリードッグというのはアメリカに生息しているわけなんですけども、北米の移民者が犬のように鳴くことからプレリードッグを草原のプードルと呼んでいました、当初は。しかしプレリードッグがその牛の牧草とかを食べてしまったり、牧草に巣穴を掘ったり、でその巣穴で牛とか足を引っ掛けてしまう事故が多発したために、後には草原のプードルと呼ばれていたのが草原のネズミと言われて、撲滅するために大量の虐殺が行われました。で、20世紀初頭には全世界で50億頭ぐらい生息していたと言われています、このプレリードッグは。ですがその後数十年の間に、その国や州、地方自治体の撲滅運動や猟、自然破壊、病気などによって激減して、生息地域も現在ではその多い時の 2% ほどです。で、プレリードッグはまあ5種類あると言われてるんですけども、そのうちのメキシコプレリードッグは絶滅危惧種、それからユタプレリードッグも絶滅の恐れがあると言われています。で今日本では正規ルートではプレリードッグは輸入できないですね。何年前でしょうね、10年ほど前に人中狂野戸病っていう、野戸病っていうのかな、ウサギの病気なんですけども、それがプレリードッグで発生したということで、プレリードッグの輸入が禁止されてしまいました。ですからもうプレリードッグはとんと診察する機会はなくなってしまったんですけども、ここ2年ぐらいですね、2、3年たまにプレリードッグを飼われてて連れて見える方がいます。でよくよく聞いてみると、かなり高価な値段で取引されているようですね。昔でしたらね、10年ぐらい前だったらプレリードッグって1匹2万か3万か4万かそれぐらいの値段だったんですけども、今は50万とか30万とか、なんか結構な金額で売られているようですね。で、あと次シマリスに関しては元々中国が発祥の地だと言われてます。で日本では当初リッソって呼ばれていたんですけど、それがリスになりシマリスというふうに言われてくるようになったみたいですね。で江戸時代にはシマリスをからね、毛皮を取って利用していたみたいです。で現在ではまあペットとして飼われるか、もしくは冬眠の研究に利用されているということです。で、まあ、それぞれの動物の特徴をお話ししていきますと、このプレリードッグは大体日本で見る、診察する子はオグロプレリードッグ、おっぱがちょっと黒い、全体は茶色なんですけども、どれだ、こういう子ですね、オグロプレリードッグ。この子は飼われてるケースが多いと思います。で、頭胴長、頭から尻尾の付け根までが大体28センチから33センチ。尻尾の長さが10センチ。体重は大体800から5500で書いてありますけど、現実はもうちょっと少ないんじゃないかな。1200ぐらいかな。1100か1200か。まあ大体1キロぐらいまでと思います。1500だと相当肥満だと思いますね。で寿命はまあ5年から死にはなります。で10年で書きましたけど、10年まで飼えればかなり長生きです。ただ報告では12年生きたという報告もあるようです。で、シマリスは頭胴長が14センチで、尻尾の長さが12センチ、体重が100グラム前後、まあ70から120、寿命は
まあ、5年過ぎるとシニアです。まあ、彼10年ぐらい。以前で11年ぐらいのシマリスが外来で見えたことがありますね。だから10年コスコボにいるということですね。自立に関しては、あ、ごめんなさい。シマリス、まあ、シマリスはこんな感じですね。可愛いですよね。ただ、なかなか手乗りにするのは難しいと思います。で、自立に関しては、かなり種類があるんですよね。これ全部自立なんですよ。プレリーじゃなくてね、大きさがサイズがちょっと違うんですけど、この自立がこちらがリチャードソン自立から、この下のこの子がベルディング自立から、この子が星自立が、こちらがヨーロッパハタリスから、これがなんだ、13センチリスと、まあ結構何種類かあります。で、一般的にはヨーロッパハタリス、こちらが自立として売られているようですし、俗称としてミニプレリードッグとも言われてます。で、こちらの全、まあ、これは全長ですけど22から44センチ、体重も様々です。ちっちゃい子だと100グラムぐらいから600ぐらいまで、やっぱり5年過ぎるとシニアだと、そういうふうに言われています。で、まあ、最近この3つではシマリスはね、なかなかね、飼ってる人はいるんだろうと思うけど、動物病院に実際連れてこられるケースは相当弱らないとないですね。なかなかとにかく捕まらないですね。はい、はい、で、次に基礎知識としまして、まず性質ですね。で、このプレリードッグ、ジリスシマリス、これは中高生、昼間に行動します。で、この中でシマリスは寒冷環境、短日環境においては冬眠状態になりやすいと。で、プレリードッグ、まあほとんどオグロプレリードッグなんですけども、これはオグロプレリードッグは冬眠はしません。ですが、やはり寒冷環境、寒いところですとほとんど行動しないで、動かないで眠って過ごすということが多いです。で、自立の場合はその環境によります。冬寒ければ冬眠するものもいるし、夏暑ければ仮眠するものもあります。それから、まあ、どの動物もどの種類もそうなんですけど、高温多湿の状態に弱いんで、熱射病、日射病になりやすいと。で、特にシマリスがこの中では一番暑さに弱いかなと思います。それから、あと自己症、自分で傷つけちゃう、自分の体を、そういう傾向がありますね。ちょっとした怪我をしてしまったと、飼っててね、で、そこを気にしてかじって食べちゃうと、そういうケースが割と多いように思います。それからシマリスのオス、シマリスのオスはですね、発情してくると尿をその飛ばす行為をよく見せます。で、これは、まあ、縄張りのマーキングを意味してます。野生では木の幹に自分の尿をこすりつけたりもしてます。プレリードッグ、プレリードッグは仲間に鼻のこういうところね、鼻の上のところをすり合わせる行為をよく見せると。で、これは仲間認識の挨拶だと言われています。だから、あとプレリードッグに関してですけどね、飼い主を見たりとか、警戒している時にキャンキャンって犬が鳴くみたいに吠えたり、それから、あと猫のように尻尾を立てたりします。から、もうすごい親しくなってくると、親愛になる人間には触ってほしいということで、求愛は触ってっていうことを要求する子もいます。
ということはどういうことかというと、プレリードッグは人間を見極めることが十分できると。その代わりに部外者と認めた人間にはかなり警戒心を持って噛みつこうとしたりもします。ちょっと高すぎたかな、これくらいだね。よし。はい、で続いて解剖ですけども、プレリードッグとチリスは前足も後ろ足も指は5本ずつあります。でシマリスの場合は後ろ足は5本ありますけども、前足は4本です。で第一趾親指は痕跡程度に残っているということですね。からあとはプレリードッグは肛門腺を3つ持っていると。ただ肛門腺のプレリードッグ、プレリードッグの肛門腺は他の動物に比べてその分泌物は臭くないです。シマリスには肛門腺は存在しないと。あとプレリードッグのメス乳頭の数は4つ合計8個ですね、あります。からあとこれシマリスのことで要注意なんだけど、シマリスの尻尾の皮膚、これはですねずるっと抜けやすいです。例えば診察してて逃げちゃったからパッと掴もうと、尻尾をグッと掴んじゃうとその皮膚がずるっと抜けてしまいます。とてもだから尻尾の皮膚が簡単になんていうの破れて抜けてしまうという。でこれはですねシマリスが捕食動物であるために、仮にね尻尾を噛まれてもそのままずるっと皮膚が抜けて逃げることができるということをしやすくするためにそうなってるんじゃないかと言われています。でもそうなっちゃった場合には再生はしませんので、はい、外科的切除ってことになってしまいます。ただあと歯ですけども、シマリスもプレリードッグもジリスも歯は上生歯、要はずっと成長を続けます。からあと前歯、切歯の色ですけどちょっと黄色みが、白じゃないですね、ちょっと黄色みがかってます。それが成長です。でこれは歯のエナメル質が作られるときに銅などがカルシウムと一緒に取り込まれるために色がついたように見えます。からあとシマリスはハムスターみたいに頬袋を持ってます。だけどプレリードッグやジリスはその頬袋を持ってないですね。あと次に消化管に関して、消化管は、プレリードッグとジリスの消化管は草食動物の割には割と単純です。で胃が1個あって盲腸が丸い盲腸があって、この盲腸で発酵してますね。でまた盲腸糞は食べます。11分過ぎたかな、OK、というところで、ちょっとざっくりしたちょっと3つ並べて紹介してるんで分かりにくかったかもしれませんけども、プレリードッグジリスの、簡単な歴史とそれからそれぞれの特徴とそれから性質が解剖ですね、その辺をちょっとざっくりお話しさせてもらいました。また続きも上げますんでよかったら見てください。ちょっと分かりにくい説明で申し訳ありません。じゃあまた失礼します。